初日かな、うん、初日か2日目の肉まん。ごめん。見せる間違えた。ちょっと僕がちょっとセリフが長いところで僕が多分 2,3 回演じて何結構食べさせたんだろうちょっとごめんなさい。こうその口に詰め込んだ後ボーボーとむせ返るみたいなシーンがあるんですけど、一時野瀬さんの更年期障害まで、野瀬さんの更年期障害の初期症状まで分かった分かった。途中で満景気が喉に詰まった。不在なんですよ、多分ね。ボケしかいなかった。ボケしかいなかった。ぜひご覧ください。お腹パンパンになりながらやってましたね。